それでさ、本当に毎日毎日大変なわけよ。子供のために一日に何回もご飯作ってさ。わかる。これで成績が落ちようもんなら、我が子といえど監禁よ監禁。監禁いいわね。お母さん、塾終わったよ。あら、お帰り。それじゃあ次の塾に行くわよ。もう30分もないでしょ。もう行くの？僕もケーキ食べたい。なんてこと言うのよ、あんたは。今がどれだけ大事なことか分かっているの？あんたに休んでいる暇なんて微塵もないのよ。ったく、次に休憩なんて言い出したらただじゃ済まさないからね。ごめんなさい、お母さん。この子の名前はコン・ロンハ。ソウル市に住む小学5年生。休むことなく塾をはしごしている真っ最中だ。このカバンの中には英語や数学などのテキスト、原本の英語小説がふんだんに詰め込まれており、重さ10キロは軽くある。いい？時間なんてものはいくらあっても足りないの。あんたは何が何でも超一流大学に入って輝かしい将来を手に入れないといけないんだから。そんな調子じゃ他のライバルたちに負けるわよ。うん。韓国は超がつくほどの学歴社会。そうなったのは朝鮮時代の頃が影響しているとされ、どれだけ強い武官がいたとしても文官の方が圧倒的に地位が高かったのだ。その歴史的意識のおかげで今も誰もが超一流企業就職や高官を狙って少しでもいい大学に入ろうと死に物狂いで勉強に当たっている。特に大学の中でもとりわけ最高峰とされているのがソウル大学、コリョ大学、ヨンセ大学。頭文字を取ってスカイと呼ばれるこれらの大学に入りさえすれば一気に天上人になるための道が開かれるそうだ。ロンハの目標は絶対に SKY 入学。それ以外は許さないから。そして幸せになれなかった私たちを幸せにしてちょうだい。そのためにあんたに莫大なお金を投資してまで勉強させてやってるんだからね。頑張るよ。ここの英訳は、なるほど、こういう言い回しをすればいいんだね。来る日も来る日も朝から深夜まで英語や数学を勉強し続けるロンハ。塾ではすでに中学3年生の授業を受けることもあり、その習熟度合いは他の国の追随を許さないだろう。ただ韓国の受験戦争の熾烈さはこんなものではない。ロンハ含めこの国の子供たちは生まれた瞬間から受験戦争が開かれていた。生まれたわ、私たちの可愛い可愛いロンハが。よくやった、お前。これで俺たちも夢の続きを見られるぞ。ええ、あなた準備はバッチリなのよね。当たり前だ。ずっと温めていたアイデアがここにある。これでロンハ名義の特許を取得するぞ。弱い0歳にして特許保持者にされるロンハ。特許を取得している子供は非常に優れた才能を持つとして大学受験に有利になる他に、天才を育てる学校へ入学しやすくなる。特許を取ってさえいれば受験戦争において圧倒的なスタートダッシュを取ることができるのだ。名前だけの特許だろうが関係ない。この子が勝ちさえすれば何でもやる。その分資金が潤沢に必要になるけど、そっちは大丈夫？少々厳しいが未来を考えたら安いものだ。お前もロンハの栄養管理しっかりと頼むぞ。分かっているわ。体が壊れそうになっても毎日間食も含めて用意してあげるから。親の夢や希望、期待をその小さな身に背負わされたロンハ。受験は大学での1回しかなく、人生の全てがそこで決まってしまうため、そのプレッシャーは計り知れない。だからこそロンハは乳幼児から英語の読み聞かせを受け、幼稚園に入ったらすぐに英会話教室へと加入。小学校の夏休みになれば英語留学をさせるなど、徹底的な英才教育を受けさせられた。はい、ロンハ。うちの息子バスケしに行ったけど、あなたは行かないの？遊びたいけど、今は勉強する方が大事だから。バスケで怪我をして勉強できなくなったら困るし。まだ10歳にもなっていないのにどれだけ勉強するの。そうして現在、塾を4つも掛け持ちするロンハ。食事はもっぱら車の中だ。僕も本当は遊んでみたいんだけどな。ねえお母さん。ダメ、言ったでしょ、遊ぶ暇なんてないの。中学生になったらもう1つか2つ塾を増やすからね。え？中学校から放課後にクラブ活動ってのはあるんじゃ。留学先で知ったのね。でも残念、この国にはないわよそんな活動。スポーツする時間があるなら勉強しなさい。勉強、体がいくら強くたって頭が良くないと何の役にも立たないんだから。
高校生になったロンハ、友達は一人もおらず、敵だけが大量にいるすさんだ毎日を送っていた。そしてそんな彼の一日は午前6時からすでに始まっている。ロンハ、新しい数学本よ。今日のノルマはこれ一冊ね。了解、そこ置いといて。これもうすぐ終わるから。はい。起床とほぼ同時に数学までの2時間勉強スタート。学校に行ってからも当然勉強だが、授業内容はほとんど聞かない。おいロンハ、今は英語の時間だぞ。なんで数学なんかやってるんだ。なんでって言われても、今先生がやってるとことっくの昔に塾でやってますし、時間の無駄なんでわからない数学を解いているんです。何か問題でもなければどうぞ遅れている人たちのために授業を進めてください。これだから塾での先行学習は面倒なんだ。その後50分の授業を8限まで行い、約17時放課後の時間がやってきた。けれどここで放課後マックなどと言って遊ぶ人は誰一人として存在しない。自習でどれだけこいつらに差をつけるかが勝負。負けてたまるか。学校で晩ご飯を取りながらの自習時間、これが22時まで行われる。自習の時間が終われば帰宅ではなくそのまま塾へ。これが終わるのは午前1時だ。ここで眠るようなやつは本番で絶対に失敗すると思え。眠気は頭を働かせて消し去れ。考え続けていれば眠ることはない。公式を当てはめて応用、そして解。思い出せ、あの問題が解けた時に快感を、脳汁を溢れさせるんだ。25時帰宅。そこからも帰ってから約2時間勉強を行い、寝るのは午前3時前後だ。それでも起床は午前6時前後と睡眠時間はわずか3時間。これが当たり前の社会なのだから、ショートスリーパーで有名な偉人たちも驚きだろう。そうした生活をロンハは3年間行い、ついに一世一代の大勝負、大学修学能力試験の日がやってきた。日本でいうセンター試験であるこれは1日だけ行われ、ここでの成績で進める大学がほぼ確定し、未来も決定づけられる。そんな大事な日にロンハは寝坊した。寝坊し遅刻寸前となってしまったロンハ、けれど問題は何もない。警官さん、ありがとうございます。気にしなくていい。特徴な受験生を送るのも俺たちの役割だからな。いい点取れよ。はい。入試は国全体が支援する大行事だからこそ警察も出動し、ある例では受験生を乗せたパトカーが会場に突っ込むというアクション映画ばりの行為をしたこともあったそうだ。こうした支えもありながら試験がスタート。これまでとこれからの己と家族の人生の全てを背負っているからこそ、ロンハは想像を絶するほどのプレッシャーとも戦わなければならない。3456万。貴様、カンニングしたな。失格だ、連れて行け。やだ、俺は絶対に受からないといけないんだ。見逃してくれ。バカなやつ、カンニングなんてバレないようにしなきゃ意味ないだろうに。順調に解き進めていくロンハ、数時間後試験が終了した。0歳から特許を取得し、幼少期から塾を掛け持ち、毎日毎日遊ぶことなく15時間以上勉強し続けた数年間、本番では国の力も借り不正をすることだってある。まさしく全てをかけたと言っても過言ではないだろう。それでも届かないのがスカイだ。落ちた、だと。よっしゃ、これで俺は勝ち組だ。そもそも人生全てを費やしてきたのは韓国に生きる受験生全員、つまり同レベルと言っていい人が大量にいるということ。一点の重みは相当なものになり、わずかな差が決定的な差になり得てしまうわけだ。受からなければ一貫の終わり。仮にスカイに入れたとしても、望む道に入れるのは限りに限られた人のみ。それなのに一流の大学に入ったところで道は何も開けない。終わりだ、僕の人生。これからどうやって生きていけば。彼らにとって人の上に立つ仕事が何よりの至高。たとえ製造業などの大事な仕事であっても、韓国人にとっては恥辱の極みとなり、人から見下される傾向にある。だからこそ思い詰めた落第者の末路は決まって一つ。なぜならこれは戦争なのだから。おい、今さっき会場の屋上から受験生が。マジかよ、他の会場でも似たようなこと起きたって聞いたばかりだぞ。僕も死ぬしかないのか。受験終了後、ロンハは親にひどく責められた。まさか SKY のどれにも届かないなんて。あなたは一体何をしていたのよ。このままじゃお前に投資した分が全て無駄になる。
浪人してでも必死に勉強して次こそスカイに入るんだ。分かったな。はい。今現在の韓国は大卒だからといって将来が約束されないことや抱えるストレスの大きさなどによって先進国の大学に進学したりして韓国の大学進学率は 70% を満たさない。それでもまだ強い歴史的思想や親の願いで子に進学を強いる者が多い。そして夢を叶えられなかった子もまた親となり同じ道を歩ませてしまう。いいかユミ、お前は絶対スカイに入るんだぞ。うん、分かってるよロンハパパ。ああ、頼むよ本当に。俺の名前はジャラ。俺はこの国中国であるビジネスにより大儲けをしていた。今月の売り上げもいい感じだ。はいよ、どうぞ。そして今日もクライアントがやってきた。私の名前はスーチ。どうか息子のハオランを助けてほしい。うちの息子は勉強が嫌いで点数も一桁なんてザラなんだ。これじゃまともな高校に入れない。あんたも知ってるだろ、この国が超学歴社会だって。確かにこの国の大学はほぼ国立大学。大学のランクで仕事が決まり、収入が決まり、一族の生活が決まる。だから一生に一回のチャンスであるガオカオという大学選抜用の共通試験で人生がほぼ決まる国と言っても過言じゃない。教師のボーナスも進学実績に連動するから生徒は受験前には何ヶ月も学校に泊まり込み、家族と教師が一丸となって受験に挑むおかしな国だ。私も勉強が嫌いだったからサボっていたらこのざまだ。給与の低い会社にしかつけず毎日奴隷のように働かされる。そんな未来を息子には味わわせたくないんだよ。まあ話はわかった。で金は？父のわずかな遺産と家財をすべて売った金を持ってきた。いいだろう、安くはないが、とある道具を提供しよう。どう使うかはあんたの息子次第だ。お、おんに切る。そして数日後。ジャラさん、やりました、息子が高得点を。ああ、そうか、うまくやったか。はい。俺が彼に渡した手段は大きく2つ。一つはカンニングペーパーを仕込める筆箱だ。こんなに小さな筆箱なのに紙が入るなんてすごいな。そして特殊なメガネでしか見えない透明インクのペンだ。机の上に書いた答えも全部見える。これで最強だ。こういった流れでハオランは点数を上げることができたのだ。ま、点数のために有効活用してくれたなら何よりだ。カンニングに罪悪感がないならな。ああ、そう言われると苦しいところだが。スーチーは思い切り俺に土下座をしてきた。頼む、今度はガオカオが控えてるんだ。この前もらったあんたのグッズだけじゃ乗り越えられないかもしれない。詳しく聞こうか。スーチーは受験会場のカンニング対策について説明しだした。あんたのカンペ筆箱は完璧だ。だがカンニングする人も毎年多いみたいで、対策としてシンプルな鉛筆と消しゴムのみの持参というルールになった。頼む、息子を、息子を救ってくれ。落ち着けって。ちゃんと金さえ払えばグッズは用意するよ。本当か。使い方はあんた次第だけどね。俺は再びグッズを数値へ提供した。それからしばらくしてハオランの受験当日がやってきた。これならバレることはないだろう。なるほどなるほど、まともにやったら10問に1問解けたらいい方だな。これはまず1つ目のグッズは小型ディスプレイ付き消しゴムだった。タッチ操作でいくつかのカンペを確認できる優れものだ。よしよし、この情報さえあれば解ける。しかし難点としてはバッテリーだった。うん、しまった、もう切れたか。次は、そこで出番となってくるのがギプスである。みんなからすればこのギプス骨折してると思うのは当然だ。だけど違う、ギプスの中にはネットにつながった小型スマホが。よし、これで問題を撮影すれば。
アオランの撮影したデータは外部のアシスタントに伝わる。よし来た、この問題だな。そしてその雇われた成績優秀なアシスタントが回答を素早く入力する。ふふふ、ちょろいちょろい、あとは送信っと。それからはアシスタントの返信を待つだけだ。ふんふんふん、まだかな。20分後、全然返信来ねえ。異変に気づいたハオランは何度もスマホを操作した。遅れてなかったのかな。送信、送信。君、ちょっといいかな。ハオランの動きは全て見られていた。ハオランは別室へ運び込まれた。入れ。なんだよ。そこには大量の学生たちがいた。これ、どういうこと？身に覚えはないか？みな、カンニングを行った者たちだ。会場の外には試験監視用および妨害電波を流すドローンが飛んでいる。さらに怪しい電波を見つけたら送信元も内容も特定可能だ。話せ、話せ。あとお前のアシスタントと思われる男も確保させてもらった。あんたらはどうやってカンニングを？俺ら組織でカンニングをしていたんだ。ハッカーを金で雇って問題用紙を見ていたんだけど、ボロが出ちまってな。カンニングのレベルは上がっており、ハッカーが問題をあらかじめ入手している事例もあった。君たちは許されないことをした。今後、受験は一切認められないからな。この学歴社会ではかなり大きな汚点だ。恨むなら自分の弱さを恨むんだな。受験できない？そんな。学歴社会ゆえにカンニングに対する制裁はとても重たかった。ハオラン、どうだった？何もかも終わりだ。カンニングバレちゃってどうしよう。大丈夫だ、ジャラさんに言って次の手を。うまくいったか監督さん。それはもう最高のドローンを売っていただきありがとうございます。これは報酬です、お納めください。ちなみに俺は試験監督側ともつながっていた。ちょっと待て、あんた裏切ったのか？何言ってるんだ。俺は必要なものを必要な人に売ってるだけだぞ。そんなの詐欺だ。何が詐欺だよ。カンニングに使えなんて一言も言ってねえだろ。正々堂々と戦わなかった自分たちのせいだろうが。カンニングしたい側には便利グッズを売り、カンニングを暴きたい側には便利グッズの対策物を与える。最高の商売だ。それからハオランは社会復帰することもなく、ずっと実家に帰省していると聞く。母さん、飯まだ？どうしてこんなことに。彼の言う通りかもしれない。最初からカンニングなんてしなければ。そして今でも俺はカンニンググッズ販売と対策グッズ販売を続けている。最高だ。学歴で稼ぐのも時代のニーズに合わせたグッズを売るのも、どちらもまた生きる道だ。どうかこれを見た人間は賢い選択ができることを祈っている。